通知を忘れたので、まずは通知をします。ああ、YouTube の方上げてねえんだよなって思いながら、通知をします。てん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 、アリーナやってから見る、多分見る。こんばんは。早いね、スーパー滑り込みだね。あの3年前だったらあのズサーって使ってると思う。それぐらいの速さは、あのギコネコのね、ズサーズサーって出るのかな。ズサー出ないんだ。あ、出ないんだ。ズサーの顔文字出ない。ズサーで出ないんだ。あ、そうか。あんたは昨日やったでしょ、明治昨日やったでしょ、シェーマン。数値化が動いた、素晴らしいね。いいスピード感してる。ゴミなんだけど。わあ、1枚目から全部ゴミなんだけど。エピックなめんなよ。いやー、エピックゴミだわ。あー、クッソファッキンゴミスタートだ。事故、今日もキレイ。はい、ただいまーす。トログが今日も一匹トログ。こんばんは、お疲れ様です。今日すごい眠いんだよね、なんか。すでになんかちょっとお疲れだわ。でもやります。いやー、でもいきなり1枚目でこれはひどいなー。こんなシェーマンやりたくねーよー。真ん中でロマンするしかない。いや、でも正直真ん中が多分一番いいチョイスになると思うけど、もう両サイド出せないもんだって。両サイド多分永遠出せないで。バカ。あー、ヘックスか。ヘックスはいい。あー、チンバカ？チンバカかー。オバロ解除かー。チンバカか、オバロ解除。多分、こっちだな。あー、無謀と炎の下ってことが、これ、どっちの方が高いの？今の、最近の、待って、アリーナのさ、ちょっと待って、アリーナの、ちょっと評価のやつ見たいな。アリーナなんとかってあるよね。アリーナキングみたいなページで。これ、どっちが評価高いの？やっぱ4777？ちょっと見して、シェーマンのページ。ちょっと一回、ティアリスト見るわ。ちょっと待って、シェーマン。炎の下トーテムの方が高いのか？あー、やっぱ無謀だ。やっぱ4777の方が高いよ、評価。やっぱ4777から最強は。こんばんは。やっぱ4777なんだね。やっぱ無敵の、はい、来た！ファイアエレメンタル。こんばんは、こんばんは、今日も綺麗。はい、美しい。はい、ありがとうございます。あ、ロマンあるな、4777にこれつけて、ポコパリーのロマンあるね。ロマンを追求していいのか、いけないね。血の乾き GG。これはどっちなんだろうな。呪術。これは呪術か。ファイアーガードデストロイヤーって強いよね。78。でも呪術は、呪術の評価91か。でも2枚目か。まあでも2枚やっても呪術は腐んねえよな。まあいいだろう。こっちかな。BGH か。使う道ありそうだろう。トーテムゴーレム OP。 2本剣か。剣2本はやりすぎ。でも2マナなんだよな、全部な。
でもブラッドセイルともシナジーあるからな。エイコちゃんうるさいよな。ぶっ飛ばしてやるあいつ。バリバリ。バリバリは RNG もあって楽しい。4マナ4点か。ゴーレムのシナジーね、今取るべきなのかな。4マナ4点。4マナ4点。4マナ4点。フロボ2マナ3点。4マナ4点か。まあ、ボードクリア的には強いか。これどうなの？翡翠の稲妻の評価はどう？翡翠の稲妻は？そんな高くないんじゃないかな。あ、66か。それでも高いな。翡翠の稲妻評価高いぞ。多分クロコリスクよりも高いな。まあ除去はやっぱ強いからか。信じるぜ、アリーナスタッツ。それの知識はな、中盤後半までいたら強いけど、なんか2マナばっかだな。こんばんは。ガジェッツさんのセレブ、それの知識ってどうなの？評価は低い？低いか。岩うがちゃん、岩うがは低いよね。岩うがち。岩。あ、64だ。高いんだ、岩ちゃんの方が。今日コメント画面出したね。あ、出てない？あ、ほんとだ。あら、どうしちゃったんだろう。ちょっと調整しまーす。こっちが出ないので久しぶりだな。出たわ。クリップなら真ん中かな。一応、アリーナスタッツみたいなページだと、俺は左だな。イワウガだな。イワウガか。まあ、これも要するに、でも2マナ、これもフロボと一緒だよね。ほぼね。意味合いとしては。まあ、ダメージ食っちゃうけど。ミニオンはリッチだっけ、俺。2マナ1枚、2枚。2枚か。ミニオン少ないな。なあ、これはもう。ナージャターのために取った方がいいかな。1枚、2枚、3枚。まあまあ、後半であと3枚取りゃいいから、まあ、俺はナージャターでいいかな。ナージャターのために。ああ、もう1枚ですか。ああ、まあいいだろう。ああ、これはまあ、爪だよ。しょっぱいな。これは塩気を感じる。秘密とかな、刺さんねえしな。ドラ玉バフあるっけ俺。ないよな。かといって5マナも重いんだよな。まあ、でも終盤戦かけてこれか。2マナのミニオンは、まあ優秀だよね、パドストパンは。1枚、2枚、3枚。まあ、取るかな。なんかこれ、ブラッドラストどうしても来てほしいのかな。今日もお肌の調子がいいですね。はい、ありがとうございます。ブラッドラスト取る？血の乾きは結構、まあ、OP、GG できるけど、俺、盤面取れるのかな、これ。まあ、盤面は取れそうか。いや、ミニオン足りないな。1枚、3、4、5、6。あー、序盤が弱いな。まあ、超うざい。取っちゃうか。あー、まあ、これはナイフジャグラーかな。
おぉ、ソゴス、アラキア、おぉ6738、重くないかな、ちょっと今なんか手が重い気がする。わかんないけど。え、これは何？ソゴス。待って、ソゴス？ソゴスの評価いくつ？ 70？ あんま高くないんだ。そうか。まあ、一番 RNG はサラードだけど、まあ、サラード。73。アラキアは？アラキアなんだ、やっぱり。ああ、アラキアが一番評価だけは。あの、この見えるって何ですか？見る。見るの略。これはアラキアなんだ。ああ、これ3マナかな。638アニアでしたら 1対3個が時間使える。あーアースエレメンタルはどうよ。このオーバーロードの化け物こいつ、いきなりでもアースエレメンタルクソ強えな。一番評価高いんだエピックで。やっぱそうなんだ。これ出されたらまあ除去できないか。レンゲは74。レンゲも悪くないな。これはアースだよな。精霊の爪、超うざい、ガジェッツアンセレブ、ストーン、これ2本、トーテムゴーレム、ナイフジャグラー、バトスタ、バリバリ、フェイル、溶岩、呪術2枚、4777、2枚。それの声がゴミだな。まあでもこれでこれで出すからな。ファイアーエレメンタル2枚、これクソ強いな。まあそういうこと言ってて負けそうな気もするな。これ強いぞ。クマは記念して、はい、ありがとうございます。通報できるよね。トレーの声オーバーローしなじある。神地獄さらなせやろ。ちょっとトイレ行ってくるわ。ちょっとトイレ、先トイレ。先トイレ。ちょっと待って。ピックしてトイレってなんかおかしいよ。はい。ジーコのスタンプは作らない。ありがとうございます、ジーコのスタンプ。ありがとうございますって表現難しくないか。あー、寒い。ちょっと寒くなってきたね、本当に。今日、その方が、はい、ありがとうございます。ゴーって寒いね、今日。あー。あー、ちょっと嫌だよね。力を与えた。いや、ちょっと寒い。アリーナの面白さはね、とにかく面白い。寒い。
両記事故、今日もキレ、体気をつけ。ありがとう。寒いよな、ほんと寒い、ゲボ寒なんだけど。新拡張アリーナのヒーローの強さなんか変わったの、どうなんだろう。俺アリーナプロじゃねえからな。でもね、少なくともアンドウィンが強くなったと思う。アンドウィンが、ああ倒せると思ったら倒せないノラ、それともこれ挑発出るのにかける。挑発出るのかけるとかっていうプレイある。次の段めっちゃ弱いんだけど、いろいろプレイミスがある気がするな。ヘックス、ダブルヘックス。昨日レクサー君は急所、なんか今の1ターン目の動きがなんか間違ってる感じすんな。生きったな。呪いが解けたわ。熱い。あ、これ負けんな。ご挨拶か。武器より広がった説あるな。はい、ベレンチョーズ。ベレチョーはね、もう OPOP だからね。これ出していいのかな、これ。いきなりこれでやられたら俺泣くんだけど。本当アンドウィン嫌いやわ。これ何 7? なんとかしてこいつ強化しろ。強化だ、強化しろ。なんだこの俺ばっかりヒールして。ないね、ないね、サイドが。出たよ。待って、アンドウィン強いだろう。ちょっと普通に強い。待って、普通に激強なんだけど。こんなん勝てねえよ。はあ？クソファッキンなんだけど。先にだったらヒロパ使えみたいな話あるよな。なんかあるっけ俺、アラキア？我が反響は獲物なら。
強いよ。ちょっと待って、絶対強い。絶対強い、このアンド。ちょっと待って、待って、このアンド強いぞ。確かに今のプレイミスもあったけど。ちょっと待って、こんな強いの。あ、ベレンチョーズンも強いし、月が綺麗ですね。はい、ありがとうございます。本当になんてファッキンこったいだよ。よし、ドルイドだ、お前は倒す。お前出てくんな、そんな早く。早くからお前シャシャんなよ。おー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 、俺2万結構取ったんじゃないっけ。ちょっと待って、ホリクラだろ。トーテンボーレも来いよ。じゃあ除去できるやつにしろ。除去、あ、まずそれオッケーだ。次の段これ出したいからもう広場、はい、確定広場。てん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 。まあ、いや、次の段4万、次の段4万77出すもんね。よし、これでいける。ファーク、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 ファーク。なんだ？ごまな？あ、いいね、クラペリーノだね。それはクラペリーノしてやるわ。カンクラ。次のターンヘックスだ。スワイペリーノがやめろよ。すぐスワイペリーノがやめろ。これで絶対回復すっかんだ。俺ナージャターのためにしてるから、絶対ナージャターでこれ回復。ナジャるからな、俺は。これナジャらせろ俺に。いいから。So it's okay okay。ね、オッケー、クソファッキンだね。このリンゴは守れません。エレイを導くさま。終わったよ。俺もうフェイス殴っていかなきゃいけないね、多分ね。この手札から察するに。剣2本なんて取った？ 3 本取ったわ。いや、序盤に剣引けたら勝てるの法則あるじゃん。どうしても欲しかった。今夜もまたさまよう。我が方向を聞け。何点？6点でしょ。6点と8点。あー、ボード取るか。命令を導く。
ん、次のターンリーサルだろ。MCT? ないだろう。ありました。何点出んのこれ。よくわかんないけど、多分リーサルあるっしょ。トーテムゴーレムが来ないってのが許せねえな。2ターン目に俺もゴーレム出してんだよ。出せ2ターン目に。あら、あ、いいじゃん。1マナでこれ出せりゃいいわ。上等。あー、まあまあまあ、1で次のターンヒロッパでこれじゃなくてコインでこれ強いな。なんだろうこれ、身代わりか。クラパリーノ、どっちが強い。十分これ強いか。コイン使わなくてもいいね。これヒロッパだったら、なんだろう、これ裏切り、裏切りじゃない、なんで聞くか。普通にこれか。これ死ぬ？はい、撃て撃て。で、次のターンこいつバフってこれだ。人工ハンター真似したけど一緒。いいね。ボリの斧が強すぎて、斧といえばボリの2マナっていう。あいつは OP だな。あー、これ結局取られちゃうね。まあだったらこっちか。武器装備しちゃうもんね。2本あるからね、なんつったって。次のターン4マナ77、コインからの4マナ77 OP。 はい、 GG。あー、ズルダマンとかいいんのかな。でもズルダもいるし、いろんなやついるよな、こいつ恐ろしいやつ。ここは出すよね。ズルダあるかもしんないしさ、キマリもいるかもしんねえから、ズルダもキマリも OP だからね。なーに、バキアシの商品で。おお、いいね、ジョクのやる気が感じるね。まあパラカスだからな、バフがあるかもしれない。これ出す必要あるかな。それこそズルだとかされんのかな。どっちがいいんだろう。まあでもされてもこっち行った方がいいかな。
これは泣くよな。これされたら多分泣くと思うわ。8田さん11、15、10、リーファルだ。アリーナでウゾスケーから基本。ああ、この前ウゾスされたんだよね。そうだそうだ。忘れたわ。明治やっててウゾス出されて死んだんだ。そんなこともあったね。チャンスできたね。はい。いや、結構さ、できないよね、チャンスは。時間かかっちゃうよ。自己足し算的なトログ同じ。そうだな、今できるかいけないか分かんなかったけど、とりあえず殴るっていう。分かんないときはとりあえず殴ればいいわけ。簡単よ。分かんない、殴る、簡単。テキパキ。次のターンもこれ出さなかったらこれ終わりだろ。これもうヒーローパワーだろ。じゃあ OK、 ナイストレイ。クラパリーノ。次4マナ77出すぜ。これはエイコンラリー。おお、フェイスいくか。アリーナでマナゴルが取んないね。だって、てかあれの前翡翠がそもそも入ってるかどうかわかんねえし。What the fuck? こいつ倒したとしても、もしかしてやられない可能性あるのか、これ。3点で4点でしょ。ヒーローパワーで叩いてる。でも少なくとも除去ねえだろ。もう出すわ。覚えれ。いいじゃん、倒せるじゃん。
さ、ホリクラできんのか、お前は。こいつをホリクラペリーノできんのか。ああ、できそうだな。まあどうせトレードしてくんだろ。3点手札から出てライオン先輩が残る可能性ってあんのかな。どうせトレードされる。ヒールある？ないもんね。ヒールトーテムが引けるかどうかか。ヒールトーテム引けたら全力で守ってもいいけど、あーどうしようか。いや結局これやられちゃうんだよね。解放するか。まあじゃあとりあえず、こいつ倒す必要あんのかな。疑問、これはかなり疑問プレイ。ヒールトーテム来た。来たヒール。俺たちのヒール。ほらヒルパで倒してこい。スワイペリーノないよな。苦渋の決断をしろ、お前は。シャーマン見ると新鮮だ。ラスガールになったら悩む必要ねえじゃないかよ、てめえ。ほんとクソファッキンだわ。ラスガールになったらいいじゃないか。はぁ、What's the fuck?ホーリーファックリーノだね。これ出してとかなら、まあ、最悪4点でしょ。4点2点、この2つで絶対倒せんだろ。ヒロパリーノで、出るかな。4点4点3点。ヒロパリーノなんてしなくてもこれ出るのか。どうせこのターンヒロパスか。次のターンクラーケン行きてえかけど、あーでこれオバロがあんのか。これやってうまくしてここパリーノでここシュパン3から6。あーいいや、使っちまえ。あーやっぱ3点だ。オッケー、何にも1点も落としてれば。点数損した。また怒られる。ありがとうジャグラ。
ノースワイペリーの GG。 あーなるほど、いろいろ大事、全部正解だよ。100点だったわ。背中に気をつけて。ルーのハンマーに刺さる。うん、それのなんたら以外は強い。いいね、こいつを取れるってのは美味しいわ。完璧、こいつをこれで取れるなんて最高じゃねえかよ。ここでバックスタとかやめろよ。バックスタをバックスタで取るなよ。トレードして、そうじゃないと次のターン俺動きづれえから。次のターンウオーで1マナオーバードロー、こいつで4マナ77ハイジージっていう、一番そういう流れがいいんだけど。有田 BGH ってどうなの、強いこともあるんじゃないかな。なんか他の選択肢は確か良くなかったと思う。いいね、いいトレード、両トレードだね。ヒロパでターンエンドして、ヒロパでターンエンド、ヒロパでターンエンド、キボンヌ、ヒロパターンエンド、キボンヌ。はい、 OK、 GG。しかもリセット、はい、踏み倒してもできる。ローでヒロパ2回使うよ。あの毒のなんとか、毒の爪みたいなやつ、もうバリューありすぎるだろ、クソファッキンバリュー。ちなみに嘘だからな、信じないでくれよ。でアンサツあるかな。まあここでアンサツ使われたらまあまあ別にテンポ取れるからいいけど。これヘックス使っていいかな。ヘックスは早いか、こいつ鬱陶しいんだけど。それともこれとこれで倒してパドロンパー出す。まあこれってまあ踏み倒すか、踏み倒してパドロンパー出す動きが強いか。まあヘックスは取っとくか、もっと巨大な敵に備えて。何時から見るの予定、何時だろう、10時ぐらいじゃない多分。おお、普通に77で44取るんじゃダメだった。そうすると腹先で死にうるじゃん。もしかしたら腹先で死にうる。 あのミニオンは絶対に生かしておきたいから、腹先で取られるのは嫌なんだよ。正直俺 AO いねえからちょっと序盤が大事だな。あー序盤大事だっつってんのに。あーいいね、こんばんは。オバタリアン、いい名前だね。オバタリアン8、いいね。俺女性視聴者がついたオバタリアン、多分45歳、女性、既婚だな。多分小学校4年生と2年生の娘がいるわ。ありがとうございます。ダブルヘックスか。
ダブルヘックスはちょっと良くないですね。ちょっとだけ良くないですね。どの手を打つべきか。まあ、ドゥームガードとかにね、これ使えれば、まあまあ言うことないけど。出るよな。おい、俺のシャーマン力見せる時が来た。シュッ空振っちまった。よし、俺のシャーマン力見せる時が来た。ホーリークラペリーノ、 What can I do now? ホーリークラペリーノ、Yes! That's the one! That's the one I wanted, bro! Okay. 弱すぎるよ、弱すぎるよ。ああ、これ、ホリクラ失敗したらこれおしまいじゃん。武器付け替えんのか？ヒロパで武器の付け替え、これ。まあ、ヒロパうまくいけば OK だから、オール OK。 あー、これも出せねえ。次のターン、ニローが死んだんですが、死にました。ファックファックファック、あー、レクト。これはレクトってやつだね。これはなかなかのレクト。おう、クラパリーヌカムバックだな。これがカムバックってやつ。さすがホノエレ、さすがホノエレだわ。 OP、 ホノエレ OP GG。 あ、モタルコがてめえ、モタルコ持ってやがって、許せねえ。買うのか売るのか。さあ、俺の RNG 見せてやるぜ。2分の 1？ 要するに2分の1だよね。2分の1で3分の 1？ やめて、6、5、3、4、6、5、2分の1か。うん、俺はこの2分の1のチャンス、取れるか。うわー、嫌だわー。これ取れなかったら俺どうすんの？これも使うの？うーわー。だったらこれ一発殴って、うわー、安全トレードとかしたくねえなー。あー、あ、あ、あーん。それか、これ出して、これ出して殴ってこれ使う？いや、誰だい？はい、死んだ。危ない危ない。これ出した方がバフできるんだよね。でもこっち出した方が強いんだよな。こっち出した方が強いな。バフできるとかバカなこと言ってね、出した方が強いな。あー、自分が獣を召喚するたびコストがゴミ、岩うがゴミ。元気をもらいます。ノージョブ GG、 ありがとうございます。あー、これポコパリーノしてフェイスダメージ怖いか。こいつに1点ダメージ当てて6点で10点、あるかな、そんな変なこと。これ一匹単体で出すのが一番強そうだけど、そうだよね。うん、次のターンクラーケリーノが使えなくてもまあまあいいか。
で、クラーケリーノでこいつトレード。で、もう一匹出てきたでかいのこいつトレード。はい、買った。はい、GG。あと、でかいやつは全部ヘックス。What the fuck?What the fuck?The fuck? あーそういうのがあるんだ。嫌いやわ。フェイスが怖いので出します。終わったよ。まあ、P を使ったことか、まあ、ここで後悔させてやる。そうか、 PO もケアしなきゃいけないのか。私の友人を紹介しよう。あ、まあ、はいはいはい、ヘックスリーの、お前ヘックスリーのすっから。待てこいつ、待てこいつ、手札に戻すとかっていうクソみたいなやつある。手札に戻すとかっていうクソパニッシュ。俺待って、俺クソパニッシュされる可能性ある。俺もうクソパニッシュされたくねえから倒すわ火の手札に戻される。パニッシュ受けたからもうそういうパニッシュちょっとやめ、もうご勘弁。俺はもうビビってるから。 はお前またヘックスすっから。黙ってお前ヘックスされろ。いや、待てよ、ヘックスする？クラーケン出した方が強いか？この気持ち悪い奴らで倒して倒して7で、でもそうするとこれ倒しても7で5点で2点、あー1点足りねえな。倒せねえだろ。あ、ヒールトーテンもいいのか。そうか。チクッとするわよ。見捨てないか。もういいよ。もう負けだ。もうフェイス辿りればよかったんや。秘宝を持ってるんですか？まだ心の準備が。副作用。一切ないよ。一緒に飲もうや。俺はお主の勝ちだ。でもほらやっぱいたじゃん。荒すぎない？ちょっと待って、今のはミルログでやってる時にはさ、心がなんて言うんだろう、あ、穏やかじゃなかったな。この前はだいぶカリカリしてたけど、悲しいわ。フローズ vs バリーダ。背中に気をつけて。ルームハンマーに刺さる。50大パン到達で新スタンプ。もう新スタンプはもうどうせもうだいぶ遠のいてるからもういいよ。もうスタンプはもう4つ
4つあるから、もういい。もういい。もういいんだ。また武器いっぱい取ったせいで。一発殴ってこい。ヒロパで殴れ。残念でした。攻撃、これは多分精神に多分来ると思うわ。俺だったら大パンしてるね。俺が相手だったら大パンしてる。これ大パンもあり得るな。この展開は多分大パンしてるだろうな。うん、ローグ大パンあるよ。で、これで次回復トーテム出してこいよ。回復か、蒸発、あー、これが来たか。ということであれば、次のターンの動きでもこれ、武器使わねえとこれ腐るよな。そうそう。なんだよ、蒸発、ヒール、なんでもいいだろ。オッケー、ヒールでよかった。こんばんは。武器は2本持つと思うんだ。そんなことも知らねえの。どの手で行くか。俺のだ、みんな俺のだ。あ、こいつ取られちゃうじゃん。まあいいか、こいつ取られても。とかこれ蒸発ついてんのか。まあいいや、次のターンもう炎で出すから。この手なら。オッケー。特大スクープをお届けします。サプリーヌ。
若干もったいないっちゃもったいないけど、まあナジャターが次のターンいるしいいのか。強いな。ミルローグは10時から。なあ、てかもうこれもうやめたら、もう開けたらやるかな。なんか。ああ。それは OP。ああ、それも OP。必ず倒せるという安心感。レノックは一旦休止。まあ、アラキア来てねえな。アラキア見てねえな。ヘックス、プリーズ。これで今2枚トレードして、ヘックスプリーズって言ったのにな。ヘックスリードが来るときは来るんだけど、来ないとき来ねえな。本当はでかいのが全然来てねえな。なんという、なんでファッキンごったい。削ってくる作戦か。うう。でかいのくれ。マジで敵とジーゴの敵となんか違くね。一緒だよ、本質的に一緒。それってよくわかんない言葉を使うの。本質的には一緒だわ。一見違うように見えても本質的には一緒。ちょっと強いの引くのやめてよ。なんだっけ、パラ、ドルイドローグ、またはシャーマン、シャドキャスト。オーケー、ソーバッド。もうこれフェイスいくのかな。10点11点12点14点か。まあこれフェイスいくよね。
両方倒す？残す？倒す？見るは10時ぐらい。あ、もしかもこれ負けたらやるわ。9時からやるかもしんない。まあ1とポコポコでもよかったけど。こっちをカエルにしてこれとこれで倒してドドドーンでもよかった。やめろ。リサイクル。チップは弾んでくださいよ。トイレ行きたくなってきた。トイレ行きたい。急げ。キャンセルはしない。急げ。今などれも違うわ。来てくれ。あ、いいね。あ、いいね、アラキア。よし。いいね。アラキアで、これ夢のプレイやろ。それまでに全部ミニオンを出し切って、夢のプレイで仕掛けよう。で、相手が出てくるのは、ゴミ。よし、勝った。GG well played。ちょっとちっちゃいミニオンして。もう全部のミニオンを出し切りたい。こいつの、ね、手堅く守っていく。ああ、でもどうせ次のターンやることないんだよね。でもこれ振らないとな、あるものは。今日も、あ、そうです。はい、ありがとうございます。お父さん来た。そうです、お父さんが昨日は見てくれて。今までで一番いい配信だった。俺のスイッチでやりたいことの、まあ、99% はもう実現できたのかなって。思います。これは次のターン夢が叶うか。もしかすると次のターン余計なカードが来なかったらこれ夢が叶うんじゃないか。アリーナメインで見るわけになってきたら悲しい。もうしょうがないだろう。そんなこと言う。そんなこと言ったってしょうがない。もういいよ。まあ、大丈夫。このゲームで終わって、もうすぐ行くから。みんなの。みんな大好きな。あ、これは、あ、次のターンまでロマンを待つか？次のターンまでロマンを待つ？あー、ロマンを待つ？でも次のターン待って。でもこれ待って。どうせ次のターン4マナだから、これはこっちでいいよ。次のターンまた4マナだから。落ち着いていこう。落ち着こう。ここは冷静になる。ここは冷静になろう。次のターンどうせまた4マナだから。次のターンミニ、次のターンでいこう。仕掛けよう。行こう。あー、もう行く。止められねえ。俺の欲望がもう止まらねえ。どうしよう。手が。
あ、でも相手が超巨大なの出てくる可能性怖すぎる。でもここで特殊ゲーだわ。ゴミ全然面白くないわ。ハースストーンの面白くなさは異常。あー順番間違えたし、もういいや。あーあほんま面白くね。あーこのせいでヒロパ使えねえわ。ガラキアもなんか3号だっけ、3号か、なんかでかいの来たらなんか何もできないな。それ3で倒せるやつにして。ああ、そうそうそう、そういうことなんだよ、ハースストーンっていうのは。そうそう、ハムシを打つがごとしなわけ。ヘックすんだよ。あー面白くねえわ、やっぱりハスのは面白くねえ。何にも面白くねえわ、やっぱり面白えな、ハースストーンは。まだワンチャンあるな。誰を倒すんだこういう時。このおっさんか。ちょっと入りすぎでしょねえ。普通それはあんまりいい手じゃないって言われてるんじゃないの。ああ、いいんじゃない。先泥警察、闇あらコアラ、挑発ばっかり出しやがって。ああ闇、俺の闇原コアラが簡単に取られちまうな。5392でこれが6点になって、6点も変わんねえだろ。いいね、巨人が並んできてるな。さすが闇アラコアラ OP。
ここで精神崩壊したら本当俺の精神崩壊するかな。危ねえ。精神崩壊来るかと思ったらもうやめてくれよ精神崩壊とか。あれマジで精神崩壊するからあれ食らうと。戦士どもよ、お楽しみの時間だ。だこいつは。タン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 タランタン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 タン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 タランタンタランタンタラン。待って待って、リーサだった。薬を飲むんだ。精霊は我が友、トーテムは我が子。押し進め。よかった。すいません遅れました。いいです。もう今日大パンしたぐらいだから。今のところ店は大パンだけだから。いいです。全然あの遅刻 OK。今のところ大もう、うん、いいところ今日は大パン大パン一つ入れた。それだけ以上。ピーカスか。バフピーカスにヘックス決めたいな。バフピーに。ガリレオはこのモードではやんなくていいだろう。テテレレレレレ。お、なんかシナジーが多いぞ。これはいろんなシナジーが見えるね。コイン、ジャグラー、相手の3人をこれで取る。次のターンこれ。はい、見えた。頼む、取らせろ、俺に。必ず取る。3人、プリーズ、3人、プリーズ、3人、プリーズ。3人、プリーズ。ファックリーヌ。あー、クッソファッキンシナジー行きたいけどこれいけないんだよな。これ答え何これ。これ一番硬いのこれ出すの。これ単体で出してうまくいったらトレード、うまくいかなかったら次のターンに殴るでこれ出す。まあそれだろうな。だからウォリの武器は強えな。3点だから。武器嘘だろ。その選択肢はないわ。知らねえけど。
よし。ホーリークラパリーノのね、これ使っちゃうと次のターンに出せるミニオンがホノエレが死んじゃうか。ホノエレが死ぬ、このエレ死んでほしくねえなー。でもこれコンセクレーション来たらやばいんだよね。これバフしてポコパンポコパンして、これフェイス行くとコンセクレーション来たらこれジジるんだよね。コンセクレーション GG の可能性あるね。これコンセク来たらやべえな、やべえぞってなるな。でも一番それがバリューありそうに見えるな。あー、これでも4点出して2点、いやでも取れないもんだよね。コンセク来たらやっ、やっべえぞ。じゃバフすんなよ、パラガス特有の。あー、ライズジャスティスか、ジャスティリーノか。まあジャスティリーノはまあセーフだな。これが何？あれだとしたらこれ何？ 5 点？ 3 にプラス3プラ2でしょ。だからまあ一応取れなくねえから、まあこれを待てよ、これ倒して、これを先に倒しリーノして、これでこれか、そっちの方がいいのか。これがクラペリーノだったか、これが極上のクラペリーノ。ほう、俺のホノエレが浮きづらいぞ。まあでもタイガーはこいつトレードしてもらって次のターンホノエレ。ああ化け物や、これを出しても次のターンにホノエレが使える。はいオピ、はい GG ウェブプレイで、こいつ5、3で2、5に として殴ってきたところを、はい、ホノエレバンバンバン入った GG。 ディバインシールドとかつけるのやめような、ディバインシールドやめような。あーストーリンか、 That's fine。そして次のターンにクラーケン、美しいな、美しい。6点足す4点10点でしょ。これフェイス押し付けてきゃいいんじゃねえのか。10点でしょ、これフェイスいって、これパニッシュされる。4足すは7でしょ、これフェイスでいいんじゃねえ。もう終わったよ、ここでヘンクリ来たら殴るわ、顔面パンチするぞ。やめろ、やめろ、ウォリアーの挑発出すなよ、やめろ、やめろ。
リーノ、ホーリークラパリーノ。まあホーリークラ完全なガズム。冬至祭を祝う。これはガズム。クレイガズムに対して俺の顔幅広すぎだろ。よかったぜ荒木屋先輩、荒木屋先輩の声だ。あ、そう、うまくなってきたな。アンドウィン、もうね、もう7勝してるアンドウィンに俺勝てる自信がね、もうやめて、このゲーム。7勝してるアンドウィンに多分俺は勝てないと。アンドウィンに今日俺負けてるから。あれガズムまだ修正してねえよ。一緒だよ。7勝安藤はちょっとやばい。さっきからあの安藤やばいのしか当たってねえよ。でも俺の手札もやばいな、それなりに。やばいやばいってる、これ日本語の、日本語力の低下が叫ばれてる昨今、ここにもそれが見えてるね。2、3、2、3、2、3、2、3、3、2じゃないの。2、3、2、3、2、3、2、3だ。お前が出すのは2、3だ。いいか、2、3を出す。いいか、多分ね、こいつはね、今考えて、こいつを生かしておいて、後で、2マーク、アタック2かのやつをパクって、殴るってやつを使ってやろうと思ってる。こいつは絶対アタック2かのやつをパクって使ってやろうと思ってる。だからそれをバフしてやって、OBGG。クソファッキン。面白くねえわ。帰れ。攻撃力が出ない日本語力いいね。それを今言おうとした、それ。まあ、ジゴさん HS の大会とか出ないんですか？出られねえよ、権利がない。まず、レジェンドに到達したことがない人は、そういう大会にすら、まず出ることができません。すいません、私は出られません。以上の、上記の理由により、ちょっと出られません。これは勝ったやろ。まあ、4万7出すから、まあ、あと押し付けていこう。で、三つ言死が来ると、悲しい気持ちになるけど、三つ言死は出されないはず。三つ言死出されないはず。根拠はない。あ、こいつ腹立つな。これ、むちゃくちゃ腹立つな、こいつ。むちゃくちゃ腹立つ。あ、こいつムカつく。あ、もうこいつムカつく。あー、でもここで4点のこれ使うわけにはいかないだろう。あー、ムカつく。あ、ムカつく。この挑発マジでムカつく。あー、ムカつく。あー、やばい、大パンしそうになるな、これは。あ、ほんとムカつくわ。先人への怒りがどんどん込み上げてくる。ムカつくから殴んねえ俺は。パニッシュ？されねえされねえ。で、次のターン4マナ7でいいわ。長尻は。ね、これ倒して広場で回復されてもこれ取れるから、OK、完璧だ。いける。ホーリーノーとかやめろよ。嘘だろ？嘘だろ？ベレン？ああ。それもいかんわ。それも割といかん。マジこいつムカつくわ。ほんと、ほんとムカつくな。
アンドウィン、アンドウィンな、アンドウィン、アンドウィン、はぁ、あ、6点出る。アンドウィン6点絶対出ねえな。まあ4点ぶつけておいて3-3でトレードしてかな。で次のターン、まあホノエレ行くから、次のターンホノエレだろう。次のターンホノエレの動きが見えてるから、で4777出せねえんだよ、くそ。ほんと先人が全部悪い、あいつがぶっ壊してなかったゲームを。やめろホーリーの、まあ今だったらホーリーのはいいか。さっきのターンだったら死んでるけど、オッケーオッケー、対応できる。お前はクソファッキンしてやる。何があるんだこの3-3。パクれるのか、何をするんだお前は。パクんなよ。最近構築のタズディングを使いまくってる。超めっちゃ優秀。ああ3って強いよな。海賊とかの、海賊のやつらも倒せるし、シェーマンの2-3挑発も倒せるもんね。シェーマンの2-3挑発2体食ってもまだ残んだもんな。そうだよな、強えな、クソファッキンシェーマンの。しかもドローソースあるし、重たいカードもあるし、うわぁ、俺 RNG 使いたくねえんだよなぁ。RNG 当たり前田のクラッカーだもんね。は、これは行くだろ、さすがに。今しかねえよ。理想のムーブを考えるが、理想のムーブは、これでこいつ倒す。あ、もうごちゃごちゃ言ってねえ、行こう。クソファッキン。あ、待てよ、そうか、いいのかこれで、完璧か。そうか、こいつ攻撃力減るのか。なあじゃた、そうか、全然考えてなかった。まあ知ってたけどな。よし、完璧だな、冴えてるな今日。よし、心折ったか、アンドウィンド。なあじゃた、まあいいね。アリーナでしょ、俺よく使うから。こんばんは。アリーナでナジャターはいいよな、いつ使ってもいい。負けたら見るが結局10時になりそう。あ、結局10時だね。予定通り10時になりそうだね。いいね。あと1回勝てば10時だけど、まあ、ちょっと頭ひねって考えようぜ、プロ。そうだよな、相手はな。本当にしっかりしろよ。全然ダメ。ダメダメ。もうお前取らない。1回失敗したから。お前仕事しねえこと分かったから。もう使ってやんね。なんかさっきからレジェカードバックしか当たんなくない？レジェカードバック だけなんだけど。こんだけ勝てないのはマシワギさんの力ですか？そうだね。俺実は今後ろにマシワギさん立ってるから。少しでもさっきからプレミするたびに、ダーンって蹴られてるから。今俺の足はあざだらけだよ、実は。さっきからずっと、ワギオさんに今俺しごかれてるから。2-3出して、2-3じゃない、3-2出してきて、で、こいつで当たってトレードさせて、その後に、ふふ、お前、俺はヒーローパワーで倒せるぜって思ったところを、ポコパリーノ。あー、違うね。おぉ、リー、クラペ？これ何？
ミニオン一体破壊したぞ、その体力が、ゴミだな。まあ、相手が次のターン、ヒロカ使ってくれれば、まあ、いっか。熱い風評被害。スパルタだよ。思ったよりスパルタ。でも、タバコだけはちょっと外です。吸うようにってこと。それだけお願いしてるわ。すいません。すいません。それだけはちょっとお願いしますっていう話はしてる。すいません。あー、うわ、これ体力1にするやつだったら俺泣いちゃうな。先に殴ってみるか。あー、それでもないと。勝者数だな。多分復活するやつをな。まあ、でもこれどうせ取るんだよね。そんなのあるっけ。フィアナだと？待て、シナジーある。次のターン、これ。マーロック。ナイフジャグラー。はい。さっき YouTube でライブやってたよ。あ、出た。YouTube、ここで YouTube の話しちゃいけない。Twitch に怒られるから、されるから。やめよ。その話はタブーだ。あー、どうしよっか。これでこれやって、3発か。1発、2発、3発ここに当たればいいけど、3発当たるか。これでやって、2で4でやって、4発出てくるでしょ。このうち3発が当たったら、これでトレードできる。いやー、可能性くっそ低いわ。いやー、めっぴ。当たるか。サッキュージャグラー残ったら次のターンこれでいこう。よし、うわ、それでフレストとか来んのかな。うわ、でも全部フェイスに飛ぶだけか、ここで使っても。面白くねえな。決して面白い展開ではないな。でも、そうじゃなかったら結局死んじゃって意味ないもんな。何これ、これ全体1打目の、これ予感、これもしかして。これ全体1打目の予感ですか。まあ、これ回復トーテム引きに行くか、それとも。次のターン、アラキア行けるのか。次のターン、アラキア行ったとして、なんか美味しい？次のターン、アラキア行くよね。だったらヒールトーテム引いた方が、別にこれ4点フェイスに飛ぶだけでしょ。なんかちょっと AOE っぽい動きもあるしな。1体ぐらいいいでしょ。これでなんか普通にミニオン来たら厳しいし。おお、吉田か。あ、ヒールトーテムが出ればな。今のも OPOP だったな。うわ、これどうすんのかな。アラキアは次のターンでもいい感じするよな。闇アラキア4体出ると 6? でヒーローパー使える、使えるよね。使っちゃえ。
故、今日も切れたら。でも切れたよ、今日一回。今日ちなみに一回切れました。すごい視聴者数だな。火をつけようか。お見事。お見事。また2分の1か。これどうしたらいいんだろう。荒木屋出して挑発で一発殴って、で疲労こっちで取って、それでいいのか。で次のターンあたりバフするなりなんなりか。俺これほんとこれ怖くて使えないんだけど、出していいのかな。荒木屋弱いのかな今出しても。荒木屋出すタイミングまだ分かんねえわ。4ヘル、よしよし、パンパスさ、よし、これで相手がでかいの出てきても大丈夫だな。BJ しなしな、BJ しなしな、お前の BJ しはなしな。賞金首、これはさすがに打つわ。もうここだわ。4だったらいけんだろう。4分の3。あー、どうすんのこれ。こいつのこうやって味方、あー、これバフできねえのか相手を。ファッキュどうするか。まあこれで倒しても、これ使ってもいいんじゃねえか。ポリモフやめて、ファイアボールもやめろ。まあもうあとフェイス詰めるしかねえから。俺もカードねえから。なんで相手こんなカードペア持ってんの。こいつそんなドローしたっけ。どうかしら。してないよね、使ってないのかこいつ。重たい、やっぱバリューカードがあるのか。ちょっと強いの出して、9、9、6、10、10出せ。10、10、こっち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 、よし。チップは弾んでくださいよ。Holy crapperina。もうこのハンド差だったらフェイスいっていいだろう。いいんだよな。
ヒール。フレストないよね。フレストとかなしだよね。あの怪しいヒロパはちょっと怖かったけど、ないよね。どうかしら。え、待って、フレスト？バフしとけばよかったの？本当だ、バフしとけばよかったのか。ああ。バフしてもピンされる。そうか、結局同じか。DJ 島で出せねえのか。あー、フレストされちゃうよね。そりゃね、ファイアランドポータル2個目あるよね。ないよね。 DJH 腐ったよね。腐ったよね。腐ってないよね。腐ってないよね。 DJH は腐ってないよ。 DJH は腐ってない。 DJH は腐ってない。DJ ちゃん腐ってない。全然腐ってないよ。いいよ、 BJH は。 BJH は強いよ。とても強いよ。うん、ホノエレまだ2枚あるよね。ホノエレヘックスも来てねえんだ。ホノエレ2枚、ホノエレ2枚、ジェイドライトニング1枚。ホノエレ2枚、ジェイドライトニング1枚、爪1枚。爪3点だからな。相手も悩んでるな。わかるぞ、気持ちは。わかるわかる。お前はもう負けたんだ。でも知れ。なるほど、マイターンヒールか。なんだこれは。さすがにこいつは止めなきゃダメなんだろうな。止めてシュレッダー取る？シュレッダー取んなきゃこれダメ？シュレッダー取んなきゃダメか？似てんだろ？ワンチャン！これシュレッダー取んのかな？このヒール鬱陶しいな。ヒロパか。全部か。あ、はい、キーメンだ。
みんな買おうか。ラバショックもありか。ここで、こいつを使うと、怪しい、こいつの価値がバレちゃうから、僕はこいつの価値がバレない選択。セガシューだぜ。セガシューだ。セガシューだぜ。セガシュー。この絵。はい、終わった。この絵でもダメ。はい、ナジターのために。はい、ゴミ。はい、バカ。はい、バカ。バカゲーだわ。ガジェットランカセットが特大スクープをお届けします。で、ファイアーエレメンタル来ねえんだよ。何やってんだよ、ファイアーエレメンタル。ジャラクサスの鉄拳1枚もらったし。